こんにちは。今日はコンクリートの歩道と車が走る道、こちらでどういうふうにアーシングの違いが出るかということをお見せしたいと思います。まずもちろん私は今草の上に立ってますが、アーシングできてません。どうしてかというと、おなじみの皆さんおなじみのように靴を履いているからなんですね。で、靴を脱げばもちろんアーシングができてますね。どうしてかって言ったら、ここにポールがあります。ここと繋がってるから。で、もちろんこちらの方の道の方に来ると消えてしまってるはずですね。消えてしまってます。道では車が走るアスファルトではアーシングできません。要は地に大地に繋がることができません。で、サイドウォーク、こちらの歩道大丈夫ですね。歩道の方はちゃんとアーシングできています。そうすると歩道とかそういうコンクリートを使ってアーシングすることは街中でも可能ということです。